店頭の五両駅五両駅五家庭駅は白酒の銘柄の一つ。白酒という中国酒のジャンルにおいては魔王大酒と並ぶメジャーな銘柄である。名称は5種類の穀物を原料とすることにちなむ。1963年に北京で開催された全国表紙会議においては18種類の国家名酒の一つとして選出された。 中華人民共和国支線商議品誌の企業5家庭機種有限講師が製造しており、ラインナップにはアルコール度数が68度から39度、29度、25度まで様々ある。日本ではあまり名前が知られていないが、中国においてはマオ大衆よりも人気があるとされる。製法は、宋代の酒、霊子力酒や、唐代の酒、重壁酒をベースにしているという。 当初の名前は、貴品元であり、1915年のサンフランシスコ万国博覧会で、金メダルを受賞している。現行の名称への変更年については、1916年、1929年と二通りの資料が見られる。昔ながらの個体発酵法という発酵法を用いて、醸される。日本酒のように水を加えて作るもろみと違い。 レンガ状に成形された麹粉を砕いてから、香りん粉と水を加えて練ったものを発酵、蒸留する方法である。複数回蒸留と、取り出し、再発酵しないといけないなど、効率は良くないものの風味は良くなるという。効率の良い液体発酵で作る白酒も増えているが、高量液ではこの固体発酵法による製造を、続けている。人気があり値段は高騰しているというが、 交換に言われることとして、流通している五両駅の70%が、偽物という説もある。現行の製造会社である五家庭駅集団有限講師が成立したのは1998年で、ある。その全身企業体は1951年、または1952年に発足したとされる。五両駅を作っていた、イチョンヒサシと、長パチという2社の酒屋を主体としておう。 連合経営者が設立された。1957年に、義品後家庭機首相。1964年には後、後家庭機首相と解消している。1980年より、品質管理に力を入れ始め、1983年に、品質管理委員会を設立した。1985年から1990年の間に、中国商業部の品質管理、進む。 四川省の品質管理、進む、中国の国家品質管理進むといった賞を受賞した。1994年には、ドイツ、スイス、オランダの品質標準認証を受けるとともに、四川省技術監督局より、検査を免除できる製品として選出された。1995年のランキング、中国で最も価値のあるブランドにおいては、全体で7位。 手造メーカーとしてはトップとしてランクインした。1980年代より配合から発酵、上流などの各工程でコンピューター制御を取り入れており、品質にバラつきので安い職人の神田のみではなく、一定の品質で製造できる標準化を行っている。工場は3地区あり、それぞれ規則、薬神区、アグリヒクと名付けられている。5 家庭機種史博物館という歴史と製造過程が学べる施設もある。ありがとうございます。